広島県第6区は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2013年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1994年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。広島県の東半分、旧備後国の大半を占める広大な選挙区で、あり北は鳥取、島根県境から、南は瀬戸内海に達する。典型的な保守王国であるが、エリアが広大なため中選挙区時代から、臨海部と内陸部で、勢力は分かれている。主として、亀井静香は、美北地方、佐藤浩二は、尾道、三原地方での集票を得意としてきた。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、株式会社ライブドアの社長であった、堀江貴文が、この選挙区から出馬し、世間の注目を集めたが落選した。後に、郵政問題で自民党を離党し、国民新党を設立した亀井と参議院議員に転身した民主党の佐藤との間で、バーター協力が築かれた。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、民主党との連立政権維持にことを唱えて、国民新党を離党した亀井が、最終的に日本未来の党に合流して、自民党の小島敏文との接戦を制した。亀井が再選直後の日本未来の党の分裂騒動が要因となり無所属のままで臨んだ2年後の第47回衆議院議員総選挙では、小島との票差を広げて、議席を守った。2017年の第48回衆議院議員総選挙において、亀井が引退を表明。その一方で13年の参院選で落選した佐藤が希望の党公認で再び立候補、亀井や連合広島の支援を取り付けたこともあり、小選挙区で当選。中国地方の小選挙区では唯一の非自民の議席となった。2021年の第49回衆議院議員総選挙では前回同様の結果となったが、広島県の小選挙区の大半にて、自公の候補者が一区選出の岸田文雄の首相就任による恩恵を受けながらも佐藤が再選したが、比例復活した小島との票差は過去最大に縮まった結果となった。第49回衆議院議員総選挙10月31日、広島県第6区時の内閣、岸田内閣解散日、2021年10月14日。公示日、2021年10月19日当日、有権者数、294,154 人最終、投票率、56.35% 第48回衆議院議員、総選挙10月22日広島県第6区時の内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、2017年9月28日公示日、2017年10月10日、当日有権者数 319,008 人、最終投票率 55.66% 第47回衆議院議員、総選挙12月14日、広島県第6区時の内閣、第2次安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、当日有権者数 314,804 人。最終投票率 56.07% 第46回衆議院議員、総選挙12月16日広島県第6区時の内閣、野田第3次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、当日有権者数 321,391 人、最終投票率60.54% 第45回衆議院議員、総選挙8月30日広島県第6区時の内閣、麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日当日、有権者数、331,003 人最終、投票率、71.32% 第44回衆議院議員、総選挙9月11日広島県第6区時の内閣、第2次小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日第43回衆議院議員、総選挙11月9日、広島県第6次の内閣第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日第42回衆議院議員、総選挙6月25日広島県第6次の内閣第1次森内閣解散日、2000年6月2日、公示日、2000年6月13日第41回衆議院議員、総選挙10月20日広島県第6次の内閣、第1次橋本内閣解散日、1996年9月27日、公示日、1996年10月8日。ありがとうございます。